天使とダンス。アンガリアは16世紀に日本の東海岸沿いにある隕石の衝突によって形成された島で、漁師の居住地として始まった。400年以上かけて徐々に都市に発展したが、1923年に地震が発生した。続いて起こった津波により都市の大半が壊滅した。さらなる被害を避けるためにアンガリアは津波防波堤を建設した。壊滅後、都市はバウハウス様式とアールデコ様式に再建された。ほどなくして1925年に結晶化ディーゼル燃料が発見された。その結果、目覚ましい産業恒興がもたらされた。この発明はアンタ、アンガリア国立科学技術協会によって発明されたエンジェルユニットの初期バージョンの創設を導いた。これは耐久型輸送とその他の操作のために設計されたものである。天使とダンス。